A. 連合国設定の北方限界線 B. 北朝鮮首長の軍事境界線提案。沈没事件は、大韓民国海軍の歩行級、コレベット点案が2010年3月26日に、朝鮮人民軍の魚雷攻撃で撃沈された事件である。日本では外務省が、韓国昇海艇沈没事件と呼称したほか、韓国昇海艦撃沈事件との表記も見られた。 天安と同型の歩行級、コルベット23番艦進行2010年3月26日午後9時45分頃、天安は朝鮮半島西方向海上の北方限界線付近で、船体後方が爆発し、船体が2つに切断され沈没、乗組員百0 4名のうち46名が行方不明になった。これを受け、韓国政府は直ちに、 緊急安全保障関係閣僚会議を招集、原因究明と対応協議に乗り出した。この海域では、朝鮮人民軍との小競り合いが頻発しており、韓国国内では北朝鮮による攻撃を疑う、声が上がったが、韓国政府は、すべての可能性を念頭に置いていると慎重な姿勢を示していた。4月15日、切断された船体の後半部分が引き上げられ、 行方不明となっていた46名のうち36名の遺体が収容された。船体には外部から爆発による衝撃を受けた痕跡が残されており、魚雷や機雷と接触したという見方が強まった。韓国政府は慎重を期するために国外の専門家を交えて爆発原因の本格的な調査を開始した。4月24日には、 船体の残り前半部分が引き上げられ、これを調べた軍と民間の合同調査団は、内部爆発の可能性はなく、艦から近い水中での爆発により、艦隊が切断し、沈没した可能性が高いという見解を示した。5月20日、軍と民間の合同調査団は、天安は北朝鮮による魚雷の攻撃を受けて、沈没したと断定する調査結果を発表した。 結論の根拠としては、沈没現場の周辺で、北朝鮮製の特徴を示す大型魚雷の残骸が発見されたこと、また、天安の沈没に前後して、北朝鮮の潜水艦と母艦の活動が確認されたことが挙げられている。攻撃に使用された潜水艦艇としてヨノ型潜水艇の可能性があるとも発表されている。なお、北朝鮮の祖国平和統一委員会は、 関与を否定し、暴力であるとして、韓国を批判している。韓国の李明博大統領は、2010年5月24日、大国民談話を発表し、大韓民国海軍所属の紹介官、天安が、北朝鮮の魚雷によって沈没した事件を、大韓民国を攻撃した、北朝鮮の軍事挑発とした上で、北朝鮮は、自らの行為に騒音した対価を支払うことになると、 した。また、北朝鮮の責任を追求するため、北朝鮮の船舶が、大韓民国の海域及び海上交通路を利用することを禁じ、南北間交易を中止する措置を取るとした。また、大韓民国の領海と領空、そして領土を武力で侵略する場合、即時に自衛権を発動するほか、国連安全保障理事会への提起、及び国際社会とともに、 北朝鮮の責任を追求するとした上で、大韓民国国軍の戦力及び、米韓防衛体制を一層強化するとした。一方、軍民合同調査団の新三ル専門委員は、沈没は座礁と衝突によるものと、これらを批判する所見を出している。2012年8月27日、韓国地震研究所のキムソグ所長は、 韓国海軍が放置した機雷が爆発の原因である可能性が高いと話したと複数の韓国メディアが報じた。これによると事故当時の地震運波と空中音波、水中音波を分析した結果爆発によって生じた地震規模は火薬成分のトリニトとトとるに 136kg の爆発力に相当すると指摘した。これは1970年代に 韓国海軍が航海上に配置し、そのまま放置した陸上操縦機雷の爆発力と一致するという。また、爆発の際観測されたバブル周期にも言及している。魚雷の爆発ではバブル周期が1.1秒以上だが、天安の爆発で観測されたデータからは0.99秒が推測されたとし、0.99秒は t n t 1 3 6ラムの爆薬が、 水深8メートルで爆発した時に観測されるデータと同じだったとする。同内容は t n 十2 5 0ラムの北朝鮮制御雷が水深6の9メートルで爆発し地震規模1.5が発生したとする韓国軍と民間による合同調査団の発表とは大きくかけ離れる。キム氏は再調査が妥当だとの考えを示したが国防省の関係者は 北朝鮮制御来によって天安艦が攻撃されたという結果は各国の専門家が数ヶ月かけて検証し導き出したものだとし、嫌いによる爆発の可能性を否定した。2018年にオーマイニュースが過去の陰謀論を否定し、パクチェ訴訟者が朝整宅から直接聞いた証言から北朝鮮による挑発という事実は明白と指摘したが、李明博政府の対応が 大韓恩恵派の立場をなくさせ恩恵派の大量粛清つながったこと、また北朝鮮軍内部の強硬派の勢力拡大を知りながら警戒を怠ったことを指摘して、リアキヒロ政府の北朝鮮管理能力も批判している。超政宅の中国信用軍区の情報サポートなしで、私たちの海軍の力だけでは絶対不可能だとの発言から北朝鮮強硬派が、 関係の深い信用軍区から衛星情報など支援を受けて実行していたと指摘した。事件発生4日後の3月30日、水深約40メートルの沈没した管内で作業中のダイバーが意識不明となり病院に搬送されたが死亡した。また4月2日には遺留品の捜索に協力していた底引き網漁船がカンボジア船籍の貨物船と衝突し沈没。 9名が行方不明となった。これらによる10名の犠牲者を含めると、本事件に関連した犠牲者は56名となる。2012年までアメリカ海軍太平洋艦隊司令官だったパトリック・ウォルシュは2017年に朝鮮日報のインタビューで全ての証拠が北朝鮮がしたと証明しているのに、多くの韓国人が原因は別にあると信じていたことに、 大きな衝撃を受けたとして、韓国人の北朝鮮に対する警戒心が低すぎると述べている。天安艦沈没が北朝鮮の攻撃仕業であるという事実を、左派政治家や市民団体が視覚的に否定しているとし2018年平昌オリンピック閉会式に天安艦を攻撃した北朝鮮の金英鉄。 朝鮮労働党副委員長の韓国への誘致を目指すムンジェイン大統領に対して天安官チンが北韓の仕業という確かな立場を大統領が韓国国民の前に表明して北朝鮮のせいではないと主張する人々のために起きている南南葛藤の原因を取り除いてほしいと批判して訪問に反対している。2020年3月 秋田大院で開かれた再開酒後の日の式典では沈没事件の遺族が招待された。この一人が文在寅に詰め寄り天安間沈没は誰の仕業かと質問した。文はこれに北朝鮮の行為というのが政府の認識と返した。また2020年6月、韓国政府は秋田ダビの行事で天安沈没事件と第一、第二、 延べつぼ回の遺族を招待しないことを発表した。韓国政府はコロナ流行を鑑みて出席者を絞ったためと説明しているが、韓国軍内では文大統領が自らの主催する行事に天安官遺族らが出席することは不快だったのではないかとの話が出ているという。ありがとうございます。